シルバングラニエはカナダのプロレスラー。ケベック州モントリオール出身。10代の頃から野球、テニス、アイスホッケーといった数々のスポーツを経験したが、俳優になるためにモデルの仕事を始める。しばらくフロリダでモデル業を中心に活動していたが、友人の知り合いのパッド・パターソンと出会い、WE の会場に招待される。 そこで、プロレスに興味を持ち、パターソンの勧めで、ドリー・ファイク・ジュニア、ロッキー・ジョンソンのトレーニングジムでプロレスを学び、WWE との契約に至った。オベで活動し、2003年3月に行われた、ハルク・ホーガンとザ・ロックとの試合のレフェリーとして、登場する。ビンス・マク・マホンの指示で、ホーガンをはめる悪徳レフェリーであった。レッスルマニア19のホーガン VS。 マクマ本戦にも、レフェリー不在になった時に出てきてさばいたが、ホーガンに打ちのめされる。その後しばらくして、同じくオベで一緒だったレネデュプリと、反米思想フレンチユニット、ラ・レジスタンスを結成。イラク戦争へのアメリカ批判を行い、参加しなかったフランスを称賛する。リング上で、スコット・スタイナーらと激論し、試合の方でも、世界タッグ王座を獲得するなど活躍する。 その後、ロブコンウェイもレジスタンスに加わり、アメリカ人から猛烈なブーイングを浴びる、大ヒールに君臨。2004年3月に行われたドラフトにて、デュープリーがスマックダウンに移籍するが、レジスタンスは解散せずコンウェイとのタッグで活動。こちらでも3度のタッグ王座となるなどの活躍を見せる。しかし、WWE の方針からタッグに力を入れてもらえず、 前座番組のヒートでの試合が多くなる。そして2005年のドラフトでは、シルバン自らのスマックダウンへの移籍に伴い、レジスタンスは解散した。スマックダウンに移籍してから、リングネームをシルバンのみとし、キザで嫌味なモデルのギミックとして活動。毎回登場時には、桜と思われる女性ファンの黄色い声援が飛んでいた。しかし大きな活躍はできず、しばらく、 フェードアウト。その後、地元ケベックの親善大使ギミックとして登場するも、こちらも長続きしなかった。オベに送り返されていたが、2007年2月に ECW に登場。当時のパートナーのデュプリトラレジスタンスの再結成をするはずであったが、デュプリの薬物違反により登場できなくなる。その後もはっきりとしたアングルが用意されないまま、2007年8月13日。 WWE から解雇となった。WWE 解雇後、インディー団体にて本名名義で活動。カナダを拠点とする団体である NCW を主戦場として活躍。2007年11月からはティネと契約し入団するが、主にカラーコメンテーターとしての活動を担った。2010年からはレスラーとしての活動を復帰し、党に参戦している。 ありがとうございます。